ね、じゃあ、まあ短い間であとラスト2曲なんだけど、このバンドはね、一人では絶対に生きていけないってことをね、臭いけどそれをどうしても俺が歌いたくて、そういう曲をいっぱい書いてきたんだけど、その曲のまあ、いわゆるバラードっていうものを今日ね、長野のここに持ってきたんで聴いてください。じゃあいきます、リーズ。